それは突然やってきた一通のハガキ。なんとワンピース公式様からの映画フィルムレッド試写会招待状であった。というわけで早速コビーに着替えまして、月報で向かった招待状の目的地はなんと日本武道館。実は人生初の武道館で、人生初の試写会、さらに公式様からのご招待で、ワンピース25周年の節目に僕の初物を奪っていただけるという光栄な出来事にずっと緊張キャーと言っている間にいざ出航。門をくぐると手でボン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 ってするやつとお宝どっさりいただきました。嬉しい。そして会場内に入ると我らが船長ルフィさんが待っていました。その美しい造形美、いやーかっこいい、もっと近くで見たかったな。そしてそのお隣は四皇赤髪のシャンクス。半端ねえ迫力、かっこよすぎる。ワンピースフィルムレッドと書かれたレッドカーペットの先には大きいスクリーンに映し出されたウタちゃん。おーかわいい。海賊界のハリウッドが。ルフィたちを堪能していざ席に着席。開始まであと1時間。背筋をピンと張り、初めて見る日本武道館内を不審者の挙動のごとくワクワク眺めながら、おーかわいい、待ちます。開催5分前。残念ながらお見せできるのはここまでなので、開催様子はワンピース公式 YouTube でご覧ください。2時間後。いやめっちゃ鳥肌立ったわ。私の肌ザラザラだけど、歌のライブに声優陣のトークショー、そして映画本編、とても感動しました。外で出迎えてくれたルフィと別れを交わし、キザル並みに明るく照らされた日本武道館を後にしました。バイバイ。いやめっちゃ良かった。歌みんなかっこよかった。やりたくね。時刻はすでに21時50分。感情に浸りながら松屋のメニュー表を1000円握りしめながら10分間眺め、選びに選んだ牛丼ビビン丼を注文して着席。お祭りの余韻に浸りすぎて、あ、スプーンがない、入れ忘れた。スプーン欲しさでヨーグルトを買いに行き、やっとご飯にありつけたのは22時15分。暑い東京を歩き続けて酷使した体は水分をガブ飲み。コビー見せ場良すぎでしょ。あまりの情報量と追いつかない感情がお祭り騒ぎして虚無。そしてここからはワンピースフィルムレッドの感想と見どころ、予告第2弾まで開示されている内容を含め、ネタバレしない程度にオタクの早口で語ります。なのでお聞きになりたくない方はここで下車をお願いいたします。それではレッツゴー。今回新時代という言葉が強く残りますが、なぜ歌が新時代を強く口にしているのか、なぜ幼い歌がシャンクスに捨てられたと泣いていたのか、ルフィが思うシャンクスと歌が思うシャンクスはどうして真逆のような印象なのか、シャンクス赤髪海賊団はどういう海賊でどういう男たちなのか、謎多き赤髪海賊団をしっかり見れるのでファンになる人続出間違いなし。っていうか謎が多いんじゃ。みんなの戦いっぷりは今までとはまた違うかっこよさがあった。マジでみんな共に戦ってる姿かっこよかった。ある意味会場もお祭り状態でした。今作は歌と歌が題材なので、アドさんの歌唱力が大盛りメガ盛りてんこ盛りすぎたので、円盤を待たずに絶対スクリーンの音響でビートを肌と心で感じてもらいたいです。そして映画館だからこそ歌の歌には意味があって強く響くので、あー歌の歌が聞きたい。8月6日映画公開なので皆さん映画館へ行きましょう。俺ももう一回見に行こう。